アイズ・サティは、かつて、福島県アイズ・松市、駅前町にあった、イオングループの一企業であったマイカルが運営していた、GMS。アイズ・サティの前身にあたる、大前、日井大前、日井アイズ・松店についても記述する。アイズ・松市内で、洋裁店を営んでいた、畑聖三郎が、1961年に、それまでの洋裁店から、 ア津若松カ市発の百貨店として、市の中心部である、新米通りに、開店した大前が前進。1971年には、建物を増築するも、それから間もなく、日時傘下に入り、名称も、日時大前となり、社長も畑から、山田百貨店社長だった、山田英人に交代した。日時大前時代は、文房具店である栄町長,長田が入る、 長田ビルと中町富士グランドホテルが入る富士ビルとが日井外線の建物と連結させてそれぞれのビルから行き来できる構造となっていた1982年7月には会津若松駅前に日井合津若松店として移転開業1993年3月にはそれまで駐車場だった4階のフロアを増床し会津先として業態転換 本来、市の中心部ではない合津若松駅前という立地では、あったが、立体駐車場を完備した大型店として、市の中心部である、新名通りにあった、長崎や合津若松店や合津中号と共に、合津地方を代表する大型店として、一翼を担った。しかし、2006年3月に開業したアピタ、合津若松店などの郊外への大型店の進出に、伴う、 売上の低下や建物自体の老朽化も重なり、2009年6月30日に閉店した。閉店後すぐに解体され駐車場となったが、2009年6月29日にマイカルや隣接した商店などの地権者で構成する、会津若松駅前地区再開発協議会が発足して、旧先周辺を含めた約9300。 警報メートルの土地の利用方法の検討を行い、大型店が撤退後に跡地を売却せずに、地元側と町づくりに乗り出すのは、全国的にも珍しい取り組みとして、注目を集めた。しかし、協議が難航したため2012年2月に結論が出ないまま協議会が解散となったが、協議は今後も継続するとしている。また、 Q マイカルでこのような取り組みは初めてのケースであった。ありがとうございます。